それでは皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は我が社の大切な大切な社員さんに集まってもらってます。本日はよろしくお願いします。そう、今日集まってくれるこの、ね、大切な大切な仲間二人なんですけど、一応このコプラスっていうその事業所の母と父でございます。ね、この二人がメインで働いてくれていて、今後も展開をしていこうと。簡単にコプラスの母から自己紹介を。母で名付け親の小内山さえです。今は自動指導員として働いてます。三度の飯より猫が好きです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあお父さん。はい。父です。最近本当に父になりました。管理者兼、自動発達管理責任者の原と申します。よろしくお願いします。はい。社員も守らなきゃだしね、奥さんも子供も守らなきゃいけなくて重いですけど頑張っていきましょうね、はい、皆さんは具体的に何をしてくださってる方々ですか？障害児童のお子様が通われてる施設をもらっております、うん、なんか名称とかあるんですか？名称ですか、うん、名称は基本的には児童発達支援事業所ね、滑舌悪いで有名だもんね。何言ってるか聞こえないんだけど。もう一回。児童発達支援。児童発達支援。うん。あんまり聞いたことないですね。ね、そうですね。無知なだけだよ。すいません。俺はさえちゃんに聞いて知った。同じぐらいです。同じぐらい。と、放課後等デイサービス。放課後等デイサービス。はい。障害児の子たちが何を求めてくる場所なんですか？障害児の子たちが学習面のサポートとか、あ、学習面、生活スキルの向上とか、うん、社会性の向上のために来てます。なるほど。児童発達支援と放課後等デイサービスっていうその2つがやってるよって話だったけど、はい、この2つって何が違うんですか？児童発達支援の方は0歳児から小学校に上がるまでの未就学児のお子様が通われている施設で、放課後等デイサービスの方が小学校に上がったお子様から高校3年生の満18歳のお子さんまでが通うことができます。そういう違いがあるのか。我が社の精鋭型なわけですよで本来であれば僕が事業説明とかをできなきゃいけない立場にいるにもかかわらず、川口よりも専門性も高ければ能力値も高いので任せっきりになってます僕ちょっと知らないふりしてますけど、ふりじゃなくて本当に知らないんで あそうなんだって言ってるのは本当にそうなんだと思ってるけどね児童発達支援と放課後等デイサービスのそのブランド名をコプラスっていう名前にしてます。コプラスっていう名前もそうだし、そもそも児童発達支援放課後等デイサービスを始めようと思ったきっかけはこのさえちゃんに今出会ったことが、うん、簡単にそのなぜコプラスを作ろうかとなったいきさつを大学と大学院で障害者のことを専門でやってきて、それをまあ自分も生かす場が欲しかったし、あとはそれをまあ人のために使いたかったので作りました。院って言うけどだって博士課程まで行ってんじゃん。だってドクター、ドクターの。なんでそもそもその大学と大学院で障害を持った方々のことを勉強しようと思ったんですか？うん、高校の宿題でボランティア活動しなきゃいけなくて、うん、おじいちゃん子だったから、うん、おじいちゃんと触れ合いたいなと思って、うん、高齢者施設にポチって応募して、うん、で行ってみたら間違えて高齢者施設じゃなくて障害者の成人の人たちの施設に間違えて応募してたのに行って気づいて、そこで初めて障害の措置的の成人の方たちに会って、うんうん、でなんかその合奏みたいなのを見た時に、うん、これだって思って、そこからもう決めました。全てをビビッと来ちゃったわけね。ビビッと運命的な出会いだったわけだじゃあボタンの押し間違いから、うん、そこからの出会いが、うん、魅力というか障害者の良さというか健常者と違う部分って何かある？違う部分っていうか、その自分が多分ビビッと来たのは、うん、今まで全然その障害の人に出会ったことなくて、で、 でもなんか初めて出会ってすごい楽しそうにしてて、うん、私の知らないところにすごいこんな楽しそうに楽しそうな世界があるのに、なんで他のところに私は今まで出会ってこなかったのかなっていうのでちょっと衝撃があって、そ
そこで興味を持ったというか、もっとみんなが出会えるようにしたいなと思って、うん、そこがスタートです。素敵。そのコプラスっていう名前に込められたその思いって覚えてますか？ここで。お、どうした？急に急に。コプラスくん。なんだなんだ。急になんだよ、どうした？では原さんに問題です。父にどうした？母から父へ。コプラスの名付け親は私なんですが、コプラスという名前に込められた思いが5つあります。全部言ってください。父だもんね。まあ、うん、まず1つ目。おお、言えるのか。個性プラス。個性プラス、うん、正解。おどういう意味どういう意味どういう意味。個性プラスの意味はみんなの個性を伸ばして個性を尊重した領域をする。じゃあ2つ目は個人プラス。正解。おお、そうだ。個人プラスは個人だけでなくその周りの環境とかも含めた包括的な支援をするっていう意味の個人プラスです。じゃあ3つ目。個別プラスです。正解。個別プラスはここでは個別指導だけでなく集団指導もやるので両方やっていきますっていう意味です。じゃあ4つ目。子供プラスです。正解。これは子供だけじゃなくて保護者様とかの支援もしますよっていう意味です。じゃあ最後5つ目。子プラス。子子子子って書いて子。お、正解。え、ちょっと分かんない。子、子は英語の接頭辞の子を共にっていう意味で、あ、なるほど、一緒にするよっていう意味の接頭辞の子です。うん、でも